働く車集合。さあ、今日はですね、愛知県は春日井市オールジャパンさんの春日井営業所にやってまいりました。ね、オールジャパンさんといえばね、働く車というところで働く車特集、それではね、担当西村さんとよろしくお願いします。どうもね、すっかり根付いちゃいましたけどね。今日もですね、働く車見せていただきます。ね、こちらね、またたくさんね、まあ、なんかこう黄色っていうのイメージカラーとかあるんですか？そう、黄色、まあ目立つのもありますし、あとは夜、夜間に、はい、発見されやすい黄色ね。そうですね、それは注意ということです ね、 じゃあありますけどもね、コンパクトなモノクロね、トラックでこれも特殊車両ですよね。そうですね、はい、だからこれのですね、でかくなったのがこちら、でかい。さあ、おヘルメットかぶった、スタッフの方が見えますけども、よろしくお願いします。はい、これはもしかして、これをする。そうです。本当ですか？ええ、それ見せてくれるんですか？ええ、多分ね、これを車番組で紹介するのは初めてとは言いませんがね、珍しい、ええ、今から映像をお見せします。なかなかこう、ね、釣り上げてるところって見られないんで。ないですよね、ええ、そしてね、前回で紹介したこれ、これは何トン車なんですか？こちらは4トン車ですね。4トン車ね、以前あのディアブロが中に押してあった車ですね、ええ、これ、おー、バックしました。はい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 。このトラックは何トンまで釣れるんですか？これ25トン満載でも釣れますし、25トン。トレーラーもそのまま運びますので。大丈夫なんですか、これ上げて？大丈夫です。これ、もしかしてこの前回朝ディアブロ乗ったままですか？後ろに乗ったままです。大丈夫なんですか？大丈夫です。多分。本当ですか？多分です。多分大丈夫です。いやいや、で今この吊る作業、はい、するところがあるわけですね。そうですね、はい、トラックの足回りを固定して、はい、おお OK です。あー、あった、前タイヤ置きました。おー、これディアブロ入ってるよね、中に。これで今上がった、ええ、そしてこうやって運ぶんだ。そうですね、前タイヤを。ああ、巻いた。そこにかましたるんだ。そうですね、はい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 、足回りを固定して、足回り固定して、ええ、で、完了。本当、なんかね、あとはチェーンで縛るんですけど、チェーンで縛る作業があるんですか、ええ、それでは、行ってらっしゃい。で、ああいう4等車が釣られております。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 すごいなこれ。はい、 OK です。というわけでね、今週はオールジャパンさんで実際に4等車が釣られるところを、見せてみました。ありがとうございます。ごめんどうなんか、あのあそこでやっぱり専用特殊車両ということですね。そうですね、はい。そしてね、このトラックが新車で6000万です。6000万円で、ね、働く車ですからね。そうですね、はい。オールジャパンさんにこれ2台あるんですか？そうですね。 はい、わかりましたね。カンペが出ました。レッカーならオールジャパン。よろしくお願いします。迫力のあるトラックの牽引車でしたね。オールジャパンにはまだまだたくさんの働く車がありますよ。また後日ご紹介しますからね。